山本茂国、行くぞ。はい。外したか。知る由もなかろうで、お直さなかったことはできたはずだ。貴様は人間を利用したくなかった。巻き込むことを案じていた。そして敗れた。かつての貴様は違った。殺伐とした殺し屋の集団だった。鬱に利する者は全て利用し、我らクイーシーを殲滅。ソウルソサイティはこれから死ぬ。シュテルン・リッター全命に伝えよ。蹂躙せよ。進め。終わりだな。消えるな。消えられるな。悪いな。いかねえもん。与えられた力は。やつが消えた。生きていたか。生きてる。よかった。長くは持たぬ。最後に頼み事をする私のソウルソサイティを守ってくれ。この霊圧は粛清しておきますか。いや、行くぞ。貴様。答えはなぜそういう男だ。任せたぞ。風呂先一五郎の体で私と戦うつもりか。あんたが敵のリーダーか。てめえかって聞いてんだよ。この通りだ。まだ息はあるはずだ。蘇生させて我が機関に加える。これはしくじったな。やはり間違いではなかった。失敗だったようだな。おかげで毒を呼び起こしてしまった。霊圧を放ち続けたのだろう。根源から呼び起こしたのだ。敵を封鎖するためのもの。クインシーを捕らえることはできない。言ってんだ。お前は自分のことを何も知らぬのだな。母のことさえも。何を言ってんだって聞いてんだよ。クバール・クライス。ブルートペーネで買わせると思うな。これはシャッテンベラヒ圏外での活動圏外です。バカな。まだ奴の小細工か。行くぞ。時間だから帰りますね。逃がすわけがねえだろ。さらばだ。いずれまた迎えに来る。闇に生まれし。おい、室外隊長。久しぶりだね。定例報告だ。城下の進捗をしつこく聞かれたが。今日にも終わるようだよ。うちの七尾ちゃんから報告が入ってたから。うちの隊の仕切りだっていうのに怠けやがって。報告は頼んだぜ。ご立腹だね。落ち着いた日々が戻ってきたという証拠さ。だね。七尾、こっち終わったわよ。一回張る羽目になるとはね。ソウルソサエティとカラクラ町を入れ替えるなんて。一月ね。今日はこの一月の苦労を二人でねぎらっちゃおう。はい、
松本です。何回連絡したと思ってんだ。定期報告も入れずに。これから七尾と反省会をして。そんな余裕あるか。何よこの通路、気味悪い。今何か変な感じしなかった？何？ただいま。兄さん、てめえにわかる。おとなしくしてろよ。チャッピーもな。俺はてめえの身代わりじゃねえぞ。何言ってんだよ。とにかくちゃんと留守番しとけよ。おい、てめえもなんか。まったく。近くで旋回門が開いたぞ。黒崎くん、靴下う？大丈夫だ。あれ以来変化はないみたいだな。副隊長がですか？昨日の夕方帰還するという一方、二人が断崖を通行した記録を調べたいんだが。断崖通行者の記録持ってきてくれ。おかしいっすね。帰還は確認できていません。断崖を通行しておられないのでは。おかしな話になってきたね。どう？この辺りだよな。何もねえか。だだだだだだ、なんだよ。うわっ、肌、息してんのか。何やってんのあんた。いや、スケベー変態。ちょっとおばさん。話はおむね理解した。現世にいるはずだ、ね、あの二人が連絡もせずまだ現世にいるとは思えない。断崖内で何らかの事故に。24時間監視しているはずだが、自分の部下のしつけがなっていないのを棚にあげて。二人の安全を確認したいんだよ。申し上げます、両副隊長がたった今帰還いたしました。一体今まで何をやっていたんだ。何？